ゼフラギュネシュはトルコのバレーボール選手である。ナショナルチーム代表でクラブレベルではトルコバレーボールリーグのワクフバンクイスタンブールに所属しているイスタンブール出身。2016-17シーズンにトルコバレーボールリーグのワクフバンクイスタンブールからベシクタシュにレンタル移籍したが翌シーズンにワクフバンクに戻った。復帰したギュネシュは ワクフバンクの優勝に貢献し、自らも大会スポンサーであるベステル社の名を冠したベステル特別賞を受賞した。2017、18のバレーボール欧州チャンピオンズリーグでもワクフバンク優勝に貢献した。ギュネショは2015年にジョージアで開催されたヨーロッパユースオリンピックフェスティバルに出場。同年、ペリューのリマで開催された第14回ユース世界選手権に 出場し3位入賞に貢献した。同大会ではベストミドルブロッカーに輝いている。2016年にはトルコ代表としてバレーボールワールドグランプリのメンバーに名を連ねると同時にジュニア代表にも選出された。2017年に開催された第19回バレーボール世界ジュニア女子選手権大会に出場したキュネシュは4位入賞に貢献し、 自らもベストミドルブロッカーに選出された。同年、スロベニアで開催された第3回世界 U23 女子バレーボール選手権では優勝を果たした。2017年1月にナショナルチーム代表に招集を受け、2018年度から本格的にトルコ代表としてメンバーに定着した。2018年5月16日の バレーボールネーションズリーグ対アメリカ戦において、ブロックだけで8得点を挙げて、トルコの歴史的な勝利に貢献した。トルコ監督の序盤にグイデッティは、アメリカに勝ったのは何年ぶりか記憶にないと語り、メディアには、ギュネシュマジック炸裂の活字が踊った。2019年に、自国開催された欧州選手権で、銀メダルを獲得した。2021年開催の東京2020。 オリンピックに出場した。ありがとうございます。